こんにちは。先日近所の商店街サザエさん通りで我らお腹ゆるみなティープレゼンツ腸活選手権が開催されていたので、僕もちょうど最近僕の腸内界の善玉菌と悪玉菌が家庭内別居をしている件どうしたもんかいのーと1日12時間しか寝れず困っていたので内股でお邪魔してきました。すると僕が思っていた通り八百屋さんのキュウリタ vs お魚屋さんハモ中村の個人的な遺恨の最高傑作になっていたので、装飾の僕は八百屋さんに忖度して B ベットしたところ僕の一票が響き、八百屋さんが必殺無限キュウリによって勝利。試合後僕は切りままに頼まれていたお魚屋さんのアジをしれっと加え、お疲れしてーと万引きおいとましようと歩き出したところ、それを発見したお魚屋さんの銃弾で行くのであった。にゃー。はい、ということで今回は警察から逃げるために島から海を泳いで逃げた男、脱獄王平尾達馬が起こした逃走劇をご紹介していきたいと思います。よいく、平尾達馬。今回ご紹介する事件について解説する前に、まずは今回の事件の犯人である平尾達馬という人物をご紹介していきたいと思います。平尾は福岡県の一般家庭で生まれ、幼少期は妹の面倒をしっかり見ており、頼れる兄だったそうです。またかつての平尾の同級生によると、平尾は足が速くて鬼ごっこではなかなか捕まらなかったため、ルパンというあだ名が付けられており、瞬速度10段だったとか。そんな平尾は中学校に進学すると思春期のせいか途端に素行が悪くなり、店からタバコやお菓子を頻繁に盗むようになりました。また俺はあそこの店でこれだけ取ったぜなどと言って盗んだものを友人に見せびらかすこともあり、このような窃盗癖を見た友人たちからは盗賊というあだ名が付けられるようになったらしく、中学時代の同級生曰く、この頃の平尾は非常に運動神経も良かったそうです。それから平尾は高校へ進学するのですが中退してしまい、その後就職するも長続きせず収入源がなくなってしまったため、生活費や遊びに使う金を得るために中学時代のように窃盗を繰り返すようになりました。ですがある日理髪店に金を盗みに入ったところを警察に見つかってしまい、とうとう逮捕されてしまいました。そして逮捕によって平尾は累計で121件もの窃盗事件を起こしていて、被害総額はなんとお散歩大好きな僕の先月のデモニア代と同じ400万以上に上ることが発覚したのですが、この時は執行猶予がつき釈放されました。ところが執行猶予期間中にまたしても窃盗を繰り返してしまい、懲役5年6ヶ月の実刑判決が下されることとなり、2015年3月から愛媛県の松山刑務所に服役することになりました。悪魔の制度、自治会。そんな平尾は服役中はこれまでの素行の悪さが嘘だったかのように更生し、真面目に刑を償っていました。そして平尾が松山刑務所に入所してから数年経ったある日、模範囚の平尾のもとに夢のような話が舞い込んできたのです。これは朝パチの優先権で間違いない、エヴァしか歌う。その話とは、愛媛県今治市の松山刑務所大井造船作業所という民間の造船所の敷地内にある特殊な刑務所に入所しないかという話でした。どうやらこの刑務所に入所すると造船所で働く一般の作業員と一緒に働かせてもらえ、作業員たちと一緒に暮らすことで社会への適応力を養うことができるのだそうです。またこの刑務所に入れば仮釈放されるのが早くなるので、平尾は喜んでこの話に乗り、2017年12月4日に入所しました。ちなみにこの刑務所は周囲を厳重なフェンスや塀で囲っている普通の刑務所と違い、簡単に乗り越えられるようなフェンスしか設置されていなかったり、ドアに鍵がかけられていなかったりと非常に開放的で、塀のない刑務所などと呼ばれていました。そして平尾が住むことになった寮では同僚4人が暮らすことになり、平尾はここで真面目に働いただけでなく、運動会や餅つき大会などといった地域の催しの運営ボランティアなどにも積極的に参加していて、刑務所内での生活を満喫していました。ですが平尾はたった一つだけここでの生活で不満を感じていることがありました。というのも、この刑務所では受刑者の中から選ばれた優秀なメンバーだけで構成される自治会と呼ばれる組織があり、自治会メンバーはその月の目標を定めたり、自治会メンバー以外の受刑者の生活指導をしていたのですが、なんと生活指導の一環として受刑者たちにも体罰を与えていたのです。しかも一度自治会メンバーになったら問題を起こさない限り出所するまでメンバーから外れることはなかったため、刑務所内では一度でも自治会メンバーになれれば安泰と考えられていて、平尾も自治会メンバーになりたいと思うようになり、これは
主婦の9店メンバーになってルーレット回してコスメ買いたいという気持ちと同じだったとか、そのため平尾はこれまで以上に真面目に働き、そんな努力が報われて見事自治会メンバーに選ばれることとなりました。ところが平尾はある日、造船所の職員しか被ってはいけないヘルメットを被るという朝一バレるかバレないかギリギリのラインでキリンの挨拶を攻めるくらいくだらないいたずらをしたことが刑務官にバレてしまい、1ヶ月後に自治会メンバーから外されてしまったのです。さらに自治会のリーダーである自治会長が自治会メンバーであるにもかかわらず規律違反をした平尾に激怒し、受刑者全員の前で見せしめのように説教したのです。そしてこの日から平尾は肩身の狭い思いをしながら刑務所で暮らすことになり、もう二度と自治会メンバーになれないと過ちを悔やみつつ、他の自治会メンバーだって規律違反をしているのになんで俺だけだと苛立ちを覚え、刑務所での生活から抜け出したいと思い始めました。そこで平尾は自治会メンバーから除名された3日後に、すみませんでしたという置き手紙を残して刑務所から脱獄しました。リアルプリズンブレイク。平尾の脱獄から40分後、刑務官が脱獄に気づき、すぐに通報しました。そして平尾は、脱獄から2週間、みんなには申し訳ない、という思いも巡らせつつ、必死に逃げ、広島県尾道市向島町まで行くことができたのですが、本州ならともかく、小さな島にある向島町にいては、捕まるのも時間の問題でした。とはいえ、フェリーや道路には警官がうろうろしていたので、交通機関を使って逃走することはできません。そのため、やむを得ず空き家に侵入し、しばらくこの家の屋根裏で生活することにしました。なお先客のワキリンが脇毛を念入りにブローするのが耐えられなかったので、悟りにつまみ出してもらったとのこと。ちなみに平尾が潜伏していたのは正確には空き家ではなく別荘であり、家主がほとんど帰ってくることがない上に電気が通っていたり食料が保存されていたため、潜伏には好都合だったようです。ですがある日、平尾が潜伏していた家に警察が入ってきて、この時は偶然見つからなかったものの、平尾はここにいてはいつか捕まると思い、とんでもない作戦を考えました。海を泳いで本州まで行こう。確かに向島町から本州まではわずか200メートルですが、水温は15度以下と低く、水深10メートルと深くなっていた上に、この日は激しい雨が降っていたため、平尾が生きて本州までたどり着ける保証はありませんでした。ですが一刻も早く本州に逃げ出したかった平尾は、雨の中1時間以上かけて必死に本州まで泳ぎ、風邪をひいたものの、なんとか本州まで逃げ切ることに成功しました。それから平尾はまた民家の屋根裏に潜入したのですが、今回潜伏した家は人が住んでいました。しかも平尾は潜伏中、民家の住民が留守の間に買い物などで外出していたのですが、それでも住人に見つかることがなかったのです。そして潜伏から5日後、平尾は潜伏先の家の住民から金銭と保険証を盗んで家を離れ、もうここまで来たら見つからないのではと思い、ネットカフェに寝泊まりするようになりました。ところがドスコイ、ある日ニュースで平尾の顔を見ていたネットカフェの女性店員が、平尾に似た人物が店に来たと通報し、その後わずか10分後に付近にいた警察に取り押さえられてしまい、計23日間にも及ぶ平尾の逃走劇は幕を下ろしました。そして平尾は最後に、人間関係に疲れたと言い残し、後の裁判で住居侵入や窃盗の罪に問われ、4年の実刑が確定し、再び刑務所送りになってしまいました。なお護送車内で刑務官が恋人つなぎしてきた話はサブチャンで、ちなみに平尾の逃走中に行われた大井造船所の会見では、問題だらけの自治会制度について一切触れられなかった上に、大井造船所に問題点はないと語られたのですが、平尾の逮捕後に自治会制度の存在や問題点が公になり、今回の事件の反省も踏まえて自治会制度は廃止となりました。また平尾は逃走中複数の民家に潜伏していたのですが、このように平尾が次々と潜伏できたのは、向島町の住民に鍵をかけない人が多くいたからだとされており、この事件以降多くの住民の防犯意識が見直され、しっかりと施錠する、トラップとして屋根裏に画鋲を仕込んだ VR ゴーグルを置いておくという習慣がつくようになったそうです。さて今回の事件では当然平尾に非があったとは思いますが、問題だらけの自治会制度を黙認していた刑務所側に問題がなかったとも言い切れません。
もしかすると大井造船所の件は氷山の一角で、他の刑務所でも受刑者の間に上下関係ができる仕組みができており、それが原因でトラブルが起き発展しているケースもあるかもしれません。そのため刑務所側はこの事件を教訓に、受刑者間の人間関係に問題がないかをこれまで以上に観察し、人間関係に悩んでいる受刑者をケアする仕組みが必要かもしれません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て、保釈金なんぞわしが肩代わりや、平尾でサスケ完全制覇やと思ったサスケアッコ軍のアッコは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点をお願いします。終わり。